AKB48 が23日、メンバー総勢100人が参加する e スポーツイベント AKB48e 運動会から離れて強くなったものは本物を配信。第1回開催となった AKB48e 運動会優勝はチーム B の手に輝いた。AKB48 内のチームが e スポーツで競い合った。ぷよぷよ e スポーツで圧倒的な強さを誇ったチーム B が勢いをそのままに、荒野行動でも強さを見せ、みんなで早押しクイズなどで追い上げてきたチーム K を振り切って優勝した。活躍を見せたのは大家志津から。ぷよぷよ e スポーツでも連鎖などを繰り出して相手を沈めると、荒野行動でも巧みに操作して相手を倒した。大家は、そんなにゲーム好きだとは思わなかったけど、それに気づけたと笑顔だった。また、荒野行動で圧倒的な強さを見せたのは、奥原日奈子。26人を倒し、勝利に貢献した。チーム B の柏木由紀は、自分たちでも知らなかったみんなの才能が見られた。これまでの練習が報われたと優勝の喜んだ。対戦ゲーム。ぷよぷよ e スポーツみんなで早押しクイズ青鬼オンライン AKB48 のドッポーン独り占め荒野行動順位1チーム B530 点2チーム K140 点3位チーム A80 点4位チーム420点5位チーム80点最終種目の荒野行動では最下位が逆転できるようにと、勝利チームには330点が加点されることが急遽決まり、その結果、勝利を収めたチーム B が330点を手にした。